日本にボコボコにされたスペイン、スイス戦で大量5得点と大爆発してしまう。完全復活してて草、わざと負けたんかってレベルやな。違うぞ、日本が強すぎるだけなんだ。5得点はすごすぎ、スイスがかわいそう。宮沢ひなたの得点王にスペインが食いついてきてるな。なでしこ、シュート3本で3点、スイス、シュート0本で1点。上には上がいるのわら。畜生、スイスに負けた。これで勢いづいたら厄介だな。今の私たちならいけるってなってそう。これでまたボコボコにしたら面白い。うまかったな。日本戦は何やったんや。これがスペインの狙いやで。確かにスペイン戦で日本はカウンターサッカーってのが世界にバレたもんな。それより史上初のベスト8だったことに驚き。